橋真由美、今さとみと一緒にいるんだけど、これから通知表とか持ってっから。は？ああ、わかった、うん。なんだって？切られた。なんか彼氏にメールしないと殺されるんだって。何それ、せっかく届けに来たのに。まあしょうがないよ、リクとうまくいってないって学校休むくらいだからね。リクって名前？メールしないと殺されるってどういうやつで。リク会ったことあんの？何？さとみさ、携帯彼氏って知ってる？うん、やっぱ知らないか。あんたそういうの疎いからね。最近ね、流行ってんのアイスクリームっていうサイトの恋愛シミュレーションゲーム。つまり恋愛系ってこと？違うよ、アバターみたいにキャラを作って携帯にダウンロードするの。なんかよくわかんないけど。実は私もやってたりして。マサヤって言うんだ。これと恋愛すんの？メールでコミュニケーションして相性がいいとこのラブゲージが上がっていくの。ラブゲージ？0になったら終わりで、100になったらおめでとうって感じ。ちょっと待って、もしかして真由美の彼氏って軽カレ、たくさんキャラがあるからさ、俺についてこいみたいな乱暴なやつもいるんだよ。意味わかんないし。でしょ。まあさとみならそう言うと思って黙ってたんだけどね。世の中間違ってない？1年前のこと引きずって未だに彼氏作んないって言ってる方が間違ってる気がしますけど。ほっといてよ。ごめん。チョクレス。もう深刻なんていうか、わざわざ家まで来たのに相手がゲームって。心配して損した。でも電話で家にいるって言ってたんだよ。上がってみよう。いいよ、もう帰ろ。明日から春休みだし、いつでも来れるもん。これ姉ちゃんの携帯。ごめんね、思い出の画像とかコピーさせてもらったらすぐ返すから。誰もいないの？お父さんとお母さん春休み中ずっと海外旅行行ってるからさ。お邪魔します。これがリク？画面が止まってる。ラブゲージも表示されてないし、メールが残ってれば。
メだ、ゲームが終わったら全部消去されちゃうのかな。え、文字も打ち込めない。やっぱりさ、いくら悩んでたって言ってもゲームの彼氏でしょ。それで自殺することなんてないよ。でも真由美はリクが怖いって私に助けてって言ってきたんだよ。あの時は冗談だと思ってたけど。どうすんの？赤外線でリクを送る。そんなことできるの？うん。ダメだ、エラーになった。あ、マサヤからメールだ。何？二股かけるつもりかだって。は？私の軽カレが他の彼氏を入れようとしたから怒ったの。何それ。こうなったら里美の携帯に入れるしかないね。え、やだよ。何言ってんの、手がかりはこれしかないんだから。そっちの携帯に入れてメールするから貸して。行くよ。俺リクです、よろしく。君の名前は？返信して。これって相手は人工知能かなんか？そこまでのものじゃないと思うけど、そういうシステムなんじゃない？とにかく返信して。送信。上野さとみちゃん17歳か。なんで知ってんの？多分さとみの携帯の中に入っているプロフィール読み取ってるんだと思う。勝手に。そんな。そんなことより真由美のことを聞かなきゃ。貸して。チャットモードにして、真由美に何をだの。とぼけんな。リクの元カノでしょ。真由美は自殺したの、あんたが原因で。おかえり。ただいま。さとみ、大変だったね。うん。仕事？うん。ごめんね、
あ、ご飯作ってあるから帰るときメールするね。うん、じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。気持ち悪い。チャットモードにして本当に真由美のこと知らないの？もういいよ。こんなんでみんな楽しいの？疑似恋愛にもなんないじゃん。何この質問。なんで？え？まさかこっちのこと見えてるわけじゃないよね？大学生の大人と付き合ってた。嘘だけどいいか。1年の時あったな。ちょっと貸してみ。新入生。はい。名前は？あ、上野です。上野何ちゃん？え？だから下の名前。あ、さとみです。さとみ。俺高原。3年生。うん、受験生。はい、できた。え、すごい、できてる。あ、ありがとうございました。お、あの、ん、高原何ちゃんですか？直人。高原直人。じゃね。なんなのこいつ。当然。よ、また会ったな。あ、どうも。ここ座っていい？はい。あの、受験勉強大変ですか？まあ、理系だからね。数字だらけ。ほら。そういえばさ、この前みたいに分かんないことあったら言って。俺が教えてやるから。はい。
とみ。あれ髪型変えた？あ、友達から教えてもらったんで巻いてみました。へえ、かわいいじゃん。おはようございます。はい、上野さん2分遅刻、帰りの掃除決定ね。2分で何それ、口答え？いえ、嫌なら辞めれば、バイト。新人いじめは店長の趣味だから。エリもいじめられた？まあね。流行ってんの？ちょっと、はあ、これめっちゃ好み。何さとみ、ラブゲージ10、よっぽど相性悪いんだね。元彼のことばっか書いたら急に下がった。当たり前だよ、付き合ってる間にそんなことしないし。普通向こうが聞いてきたんだよ。そういう時は今はあなただけっていう風にするの。それかあなたが忘れさせてくれたとかさ。ふーん、でもどうやってこっちが書いてる内容判断するんだろう。なんか嬉しいとか悲しいとか単語を拾って返信されるシステムらしいよ。何万通りのパターンがあるみたい。難しいこと書くとだいたいへえそうなんだって返ってくるんだけどね。もうすぐラブゲージ90だよ。やっべえ、私の足もう10切ってんだけど。だっせ、つうか顔の中でしまえるひどくない？何言ってんの？ちょっとねえ、ちょ、聞いてんの？そういえばミッキー氏の花物が追加。はい、こっちはもういいからレジね。お客さんもあんな並んでるのにあんた見えないの？はい、すいません。ったく使えない。なんだから一応言っとくね。ちょっとどういうこと？さとみ知らないの？相手が知らないうちに K カラーを自分の携帯に移すことを寝取るって言うんだよ。困るって、返して。あれ、なんで？残念でした。 K カラーは元カラには戻せないんだよ。エリひどい。ごめんな。でもさ、こういうのもさ、このゲームの面白いところだしさ。いいじゃん別に、ラブゲージほとんどゼロだったし。
なんか私とはすんごい相性いいの。仕事中もさ、こっそりやってたんだ。じゃあ、お先。りくちゃん、なんですか？先輩、上皇大受かったらしいじゃん。なんで片思い強調するかな。だって未だに気持ちは確認し合ってないんでしょ。まあ実際ただ横にいて勉強の邪魔してただけだからね。邪魔してないよ。里美はお子ちゃまだからな。やっぱ先輩もあんたのこと可愛い後輩くらいにしか考えてないのかもね。先輩、あのちょっと話があるんですけど、会ったりできますか？あ、お名前とご用件をお話しください。あ、里美ですけど、もう2時間も待ってます。連絡ください。新宿区の雑居ビル内で発生した火災による集団焼死事件で、出火の原因は女子中学生による放火の疑いがあることが分かりました。さとみゆか、ダメだったよ。先輩来なかったもん。ニュース見てないの？中学生とみられる女子児童がビル内に入っていったとのことです。またこの少女と新たに身元が判明した方を含め、火災による死亡者は13名となりました。身元が判明した方のお名前をお伝えします。金田正俊さん、高原直人さん、佐川秀樹さん、山下雄二さん、中野誠さん、どうしたの？吉川武文さん、和田浩二さん、里美あれってさ、レイプサークルだったらしいじゃん。
やられちゃった中学生が火つけて自分も死んじゃったんでしょ。でさでさ、その中にうちの卒業生がいたって知ってる？マジで？やば。里美ってあの高原先輩と付き合ってたみたいじゃん。あんなサークルに入ってたって知ってたのかな。知ってたら付き合わないでしょ普通。じゃあ騙されてたんだ、かわいそう。ちょっといいですか。先日幼い真由美さんが亡くなられた時にもお話をお聞きしましたね。あの時の五十嵐です。こっちは浅沼。こんにちは。エリは、はあ、亡くなりました。立て続けでショックかもしれませんが、あの場にいたのはあなただけでしたから、その時のことを聞かせてもらえませんか。あなたは相川さんと一緒にいたんですか、それともトイレの中に入っていって彼女を見つけたんですか。あの時。大事なことだからちゃんと答えて。さとみちゃんの力になるから安心して。思い出したら話してくれればいいから。携帯。え？携帯彼氏をやってたんです。真由美の時も。真由美は携帯彼氏に殺されるって言ってたの。エリもきっと。その携帯彼氏って？エリもイクにやられたんです。様に頼まれてやってきました。ごめんね、わざわざいいのに。里美んちが母子家庭で大変なのは知ってるからさ。ありがとう。全然信じてもらえなくてさ、あの人たち携帯彼氏なんて知らないから説明するの大変だったよ。でも言いながら私もなんでこんなこと話してるんだろうって。ゲームのせいなんてやっぱありえないし。ねえ、そのエリって子さ、本当にリクを里美の携帯から移したのね。あのさ、なんかラブゲージが0か100になったら死ぬって噂がネットで流れてるの。真由美もそのバイトの子もきっと。ゆかやめよ。マサヤ、ラブゲージ下がってるの。消しちゃえばいいじゃん、そんなの削除すれば。切ればやってるよ。一旦ダウンロードしたらゲームが終わるまで消せないんだって、ない。あれ？あれ？
ゃあやってよ。友達なんてそんなもんだよね。ちょっと友達と喧嘩しちゃって。じゃあ謝っちゃうなよ。え？そういう時はさ、どっちも悪かったりするんだから謝っちゃえばいいんだよ。そんな簡単に。先輩、なんで？いや、なんとなくここにいるのかなと思ってさ。私もそう思ってた。いや、お互いの熱い思いってのは伝わるもんなんだね。ふざけないでよ、マジで落ち込んでんだから。まあとにかく喧嘩した時はメールじゃダメだよ。話さないと。ちゃんと話せばうまくいくことが多い。最後曖昧。いや、まあ俺の場合だから。分かった、ありがとう。うん、よし。電話。ゆか、もしもし。さとみ、斉藤です。はい。朝日小で同じクラスだった斉藤久美です。え、久美ちゃん。さとみ久しぶり、元気だった？さとみ全然変わってないね。くみちゃん変わった、すごい綺麗。小学校の時がひどかったからね。やっとまともになれたって感じだよ。あー、最近嫌なこと続いてたから気が楽になったよ。ところでさ、さとみ彼氏いる？いないよ。あのさ、いきなりなんだけど、携帯彼氏って知ってる？なんでそんなこと聞くの？今ね、私たちの間でめっちゃ流行ってるんだけど、携帯彼氏をやったら死ぬって噂が流れてて、私も全然信じてなかったんだけど、友達のお姉ちゃんが本当に死んじゃって。どうやったら死なないで済むかを考えて、私たちは一つの答えにたどり着いたの。携帯彼氏を回し続ければいいって。
の話って嘘だったの？だったら初めからそう言えばいいじゃん。携帯彼氏を移させてくれって言えるわけないじゃん。私だってもう6人目で本当はメキに送るはずだったんだけど、先が詰まっててしばらく時間がかかりそうなの。だからその間だけ。私は危険な目に遭うの？里美お願い、私今ラブゲージ12しかなくて、それまで持たないかもしれないんだよ。これ私の連絡先、念のため牧の電話番号も書いてあるから、連絡は毎日してくれていいよ。ちょっとでも危なくなったらすぐに回せるようにするからね。刺しちゃったんだろう。名前も同じなんて。直人のフルネームは？携帯彼氏をやったら死ぬって本当？なんで死んだ直人が携帯彼氏になってるの？里美に会いに来たんだ。先輩、なんで？里美、寂しかったよ。私に見せてた姿は嘘だったの？そんなことないよ。じゃあ、あの報道は？嘘に決まってるだろ。里美まで俺のことを疑ってるの？私は先輩を信じたいけど。里美が信じてくれるだけでいい。
けて。どうしたの？私マサヤに殺される。開けるよ。ゆか！どうしたの？ねえ！しっかりして。何があったの？戻ってくるの。え？でも戻ってくるの。何が？ケージがどんどん下がっていくの。私もユカと同じなの。だから一緒に考えよう。どうしたらいいか。どういうこと？昔の友達に押し付けられたの。それ先輩にあんまりそっくりだったからつい気になって。だから一緒に。もうダメだよ、疲れた。何言ってんの。大丈夫だよ。充電してないのに。電源とっくに消えてるはずなのに。誇張してる時とかよくあることじゃん。お待たせしました。こちらでよろしいですね。あ、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。もう大丈夫でいうか、携帯自体変えちゃったんだから。よかったね。はい、ありがとう。いざとなったらこの手があったじゃん。うん、本当だよね。ん？また会えたね。ここで待ってて。
何してんの？あのロッカーに置き忘れたものがあったんで。あ、だったら早く持って帰んなさい。はい。あのすいません、ずっと休んじゃってて。いいのよ。はい、来週には復帰しますから。もう来なくていいって言ってんの。え、相川さんがあんなことになってみんな大変なのに、あんた勝手に入院して連絡もなく休んだまま。ちょ、勝手にって。何、口答え？とにかくクビだから。お疲れ様。誰に移したの？店長。じゃあその人が。よかったじゃん、とりあえずゆかが危険なことはなくなったんだから。さとみも何とかした方がいいよ。それこれ移した友達の連絡先全部嘘だった。マジ許せないそいつ。でもさとみ、直人先輩なんかじゃないよそれ。だって分かってる？先輩ってあのサークルのメンバーだった人だよ。ごめん。まさか。見てくれてありがとうね。どうしたの？お母さん、これ。あらやだ、見つかっちゃった？さとみにバカにされると思って隠してたのに。さとみ、ゲージ。忙しくて何もしなかったらどんどん数字が下がっちゃって。早く返信して。いいのよこんなの。ダメだよ。あら、終わっちゃった？よかった。何よ二人とも。うん、何でもない。やっぱり単なる噂だったんじゃん。これで店長の心配もなくなったよ。もうバッカみたいだよね私たち。本当だよ。てかお母さん警戒れって。こういうのイケメンって言うんでしょ。はあ、痛すぎだし。これも先輩に似てるだけだもんね。名前も偶然だけど、よくある名前だし。普通
ゲームって思えば可愛いかも。おやすみ。ねえ、映画とかドラマでさ、愛してるってセリフよく言うけど、実際は言わないよね。俺は好きな人だったら言ってほしいけどな。言ったら超寒いって絶対引くよ。いや引かないって。引くよ。じゃ試しに言ってみてよ。やだ。言ってみて。やだ。それで今回も石川さんの事故はその携帯彼氏のせいだって言うんだね。壊しても携帯変えてもダメなの。確かにゲージがゼロか100になったら死ぬっていう噂はネットに出回ってるけど大丈夫、そんなことあるわけないからね。どうしてないってわかるんですか。さとみちゃんが言うからちゃんとアイスクリームのサイト側を調べたのね。でもどこにも事件性はなかったし、サービスは問題なく運営されてるって。私は噂のことを言ってるんです。ほらチェーンメールとかも本当に何か起こったりしないでしょ。やっぱり警察なんて頼れない。あのね、お化けが出るって言ってる子供と一緒なのよ。あなたはそっちだって最初から子供扱いしかしてないじゃん。まあまあ、こっちもね、石川さんの携帯ちゃんと調べたんだよ。おかしなメールや通話履歴は残ってなかったよ。ああ、はい。そこにマサヤがいるはずです。ああ、これね。そうか、赤外線送信ってやってみようか。あ、あれできないな。男だから嫌がってるんじゃないですか。え、そういうもの。あ、じゃあ私。やめて、本当に本当に危ないんです。お、これが殺人犯？いいですか。人っていうのはね、何かにとらわれてると何でもないものを怖がったり原因を見たりするもんなんだよ。私だって信じられません。これ亡くなったうちの卒業生高原直人です。1年前のサークル焼死事件の。なんで携帯返しになっているか調べてください。私もうすぐゼロになっちゃう。大丈夫だよ、単なる噂だって。携帯ロックかけといた方がいいよ、いつ移されるか分かんないし。私もトモコに転送できたからいいけどさ。もうやだこんなの。私が店長を殺しちゃったんだ。もしもし、さとみ、どう、元気？ゆか。でもさ、人間の意識って怖くない？思い込むだけで柳の木が幽霊に見えるとか言うけどさ、あの時私も相当思えてたってことだよね。そうだね。携帯が戻ってきたのも誰かが拾って届けてくれたんだよ、きっと。
ゆか、あのね。ん？うん、なんでもない。何よ、それより先輩にのケーカレは？うん、まあ終わるまで削除できないし。あ、そうだったね。とにかくさとみ、いろいろありがとう。本当友達って大事だなって思ったよ。それ言いたくてさ。うん、ゆかが元気でてよかったよ。じゃあまたね。もうどうしていいかわかんない。浅沼が子供相手にムキになるなんてな。別にムキになってないです。私はお化けとか超常現象とかってくだらない話が大嫌いなんで、そういうの信じてるような子供も。そんな子の言うことも一応調べてみるのが俺たちの仕事だ。あの事件ってレイプサークル集団が焼け死んだってやつですよね。女の子に火つけられて。少女が自分に火をつけたことによる出火と書いてある。集会場で焼身自殺したんだな。でそのサークルの中にいたのがこいつと高原直人。それが今あの子の携帯彼氏になってるって。そうだな。これちょっと違うぞ。真面目にやれよ。携帯彼氏やってるんです。ああ、これだって捜査の一環でしょ。それにもうすぐゲージ100になる。何が起こるか楽しみ。何が起こるわけないだろ。だからそれをあの子に認めさせるんじゃないですか。もうラブゲージ100達成。なんかバカみたいだな。さあ終わりしよう。はーい。お前そんなことが。いらっしゃいませ。紅茶ください。かしこまりました。話って何ですか。どうせ信じないんでしょ。浅沼が死んだ。君の言う通り、実在した人間が携帯から死になってる。1年前に死んだサークルのメンバーたちだ。これってリク。嘘や。俺は見た携
携帯の中でそいつがゲラゲラ笑ってた。未だに信じられない。お母さんはケージがゼロになっても何も起こらなかったの。その彼氏はここにいない。つまり原因はこいつらだけに関係してるってことか。この女の子は？レイプされた女の子だよ。先輩もメンバーだったんだよね。実は違ったんだ。え？この事件はうちの署の管轄じゃなかった。だが当時の記録を調べてみた。彼はたまたま同じビルにいたアルバイトのエンジニアだったんだ。下で集会場が火事になり助けに入って巻き添えになったらしい。ちゃんと報道されないの？死んだ中学生が実は被害者だったっていうのはマスコミの言ってる通りだ。しかし当時警察はそれを立件できなかった。結果レイプ集団とそうでないものの区別がつかないまま興味本位の報道ばかりがクローズアップされて彼のことは書き消されてしまったんだ。ひどい、ひどいよそれ。番号には繋げられません。誰？俺マサトシです。そっちはサトミちゃんでしょ。ふざけないで。ユカは俺のもんだから。どうした？携帯彼氏が邪魔してる。ねえ携帯貸して。
出ない。メールなら。お願い届いて。他に心当たりはないのか。まあちゃんと声は全部かけたし。警察の方で探せないの？正式な捜査なら動員できるが、今の俺は若手に置いてるだけだから無理だ。じゃあこのままほっとけっていうの？ゆかが死んじゃうかもしれないんだよ。落ち着いて。やだ、もう誰も失いたくないの。落ち着けって。他の手立てを考えるんだ。君のそのゲージは大丈夫なのか？大丈夫。それにこれが本当に先輩なら私に悪いことするはずないもん。ねえ、そうでしょ？教えて先輩、すればいいの？助けてよ。原因が携帯サイトのゲームなら、その大元を止めればいいんじゃないか。え？サーバーってやつだ。そいつを管理してる場所がある。浅沼が調べたサイトの資料に載っていたはずだ。何このメール、さとみ？危険って、何言ってんのさとみ。さとみちゃんに電話しても無駄だよ。誰？さあ誰でしょう。ちなみにゆかちゃんのすぐそばにいるよ。どうした？私の声に反応してる。先輩わかる？里美だよ。先輩なんでしょ？一緒に死んだ人たちは警戒になって人を殺してるけど、先輩は違うよね。人を助けようとしたんでしょ？何これ、そいつは死んでるんだ。高原直人なんかじゃない。
このビルどっかで。どうしたの？サークル消失事件があったビルだ。え？閉鎖されてるはずなのにこんなところでサーバーが稼働してるってのか。侵入とはな。どこなの？サーバーがあるのは6階だ。どうすんの？
ーバーを壊しちゃダメだ。待って、切らないで。先輩？里美の声ずっと聞こえてたんだ。でも自分が誰だか全然分かんなくて、この場所に来てやっと分かったよ。本当に先輩なんだね。ああ、里美が呼んでくれなかったら目を覚ませなかった。ごめんね、今まで先輩のことを信じることできなくて。ストーカーしてたから、あの事件のこと。俺はここでアイスクリームサイトのサーバー管理のバイトをしてたんだ。この下で火事が起こったんでしょう。目の前で女の子が燃えてた。それを助けようとしたんだ。その子に乱暴した人たちが携帯彼氏になってるの。あの時焼け死んだ人間はみんな煙と一緒にこのサーバーに。だからこれを壊せば。サーバーを壊してもダメだ。ダウンロードされたプログラムは止まらない。友達が危ないの。壊せないならどうすればいいの。逆にサーバーを使うんだ。え？携帯彼氏をディレートするプログラムをサーバー経由で配信する。でも誰がそんなことを。私？他にいない。データフォルダのファイルを開くんだ。ファイルをクリック。なんかいっぱい出てきたよ。これが携帯彼氏のパーツだ。やっぱり死者のパーツが混ざってる。きっとそれをダウンロードした人が危険なんだ。それってすごい数だよね。ああ、これも全部消去してやる。ゆか、携帯彼氏を止めるから待ってて。警察？分かんないけど、なんか分かってるよ。ゆか先輩、次はどうするの。そのプログラムをアプリサーバーにアップロードして。分かんないよ、それってどうすんの。違う、 SCP コマンドを使ってアップロードする。待って、今のもう一回言って。 SCP コマンドを使って。 SCP コマンドを使ってアップロードする。アップロード。よし、いいぞ、配信。
くいったよ。先輩ありがとう。いや、里美のおかげで俺はプログラムの呪縛から逃れることができたんだ。本当に声が届くとは思わなかった。いつか言ったろ、熱い思いは伝わるもんだって。誰と話してるの？ナオト先輩だよ。信じられないかもしれないけど、信じるよ。ゲージが上がってる。え？また上がり始めた。もう97だよ。ゆか！ディレートプログラムが効かないのか？ミスはなかったはずだ。どうすればいいの？くそ、わかんない。そんな、先輩、これ一つだけ消えてない。花子か、あの時の中学生。どうするんだ？これを送信するの。え？あの子がそう言ってる。
ゆか。本当にもう何も起こらない？うん、今度こそプログラムは全部消滅したから。ありがとう、さとみ。後でそっち行くから待ってて。初めて会った時もパソコンと格闘してたよな。泣いたかった。いろいろ辛い思いしたしちゃってごめんね。あの日先輩呼び出して何を落としたか分かる？俺が行けなくなったあの日、ダメ元で告白しようとしてたんだよ。俺がなんでいつもコンピューター室に帰ってたか知ってる？里美に会いたかったから。初めて会った時から好きだった。里美元気でな。え？もう時間ないんだ。プログラムに例外はない。そんな、自分も消えるってしてて。はあ。それに俺はここにいちゃいけない存在なんだよ。やだ。来ちゃダメだ。里美を連れてくわけにはいかないから。それ超寒いセリフだな。俺も愛してる。だけど里美は生きてるんだから、この先も人生があるんだから、新しい人を見つけなきゃダメだよ。分かった。
大丈夫か？そっちも。ああ、痛たたた。じゃあ直人先輩無実だったんだね。私たちみんなを助けてくれたんだ。もういなくなっちゃったけどね。さとみ大丈夫？うん、約束したから前に進むって。そっか、じゃあ私たちお互い新しい国に向かって頑張りますか。だね。